が記載される学名は、ラテン語の、アージェンタムに由来する。ニギス科の魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、全世界の海に幅広く分布する。深海でまばらな群れを形成し、誤解や甲殻類などを捕食する。生物量は多く、ニギスなど一部の種類は、食用魚として、漁獲対象となるが、多くは利用されることがない。 本科魚類の生態についてはほとんどわかっていないが、卵は、浮生卵で、死魚は、表層で生活することが知られ、生魚の寿命は20年以上に達すると考えられている。鹿児島ニギス属の化石種。左から、個体発生の順に並んでいる、ニギス科の魚類は、やや細長く円筒型で、イワシやニシンに似た体型を持つ。最大種は、 体長7 0センチメートルにまで成長するが、多くは3 0センチメートル以下の小型魚類である。体色は一般に銀白色を基調とし、斑紋やしなどの特徴的な模様は持たない。目は大きく、口は糞の先端に位置する。同じニギスアモクにところを属するデメニギスカ、ミクロストマカとは、感情眼を持たないこと。 中央骨を持つなどの特徴から鑑別される。背びれの基部は、腹器よりも前方にあり、比例状は10から14本。比例に、トゲ状はなく、尻びれ、胸びれ、腹器は、それぞれ10から17本、11から25本、10から15本の、難状で構成される。胸びれの規定は、体の腹側寄りにある。油びれを持ち、尻びれの真上に位置する。 あと、ギサ骨、中甲骨を持つ。エラ上骨は4から6本で、椎骨は43から70個。ニギスカには、ネルソンの体系において二属23種が認められている。かつて本家に含まれていた、銀砂系は種族属南セニアは、現在では、ミクロストマカに移されている。本校では、フィッシュベスに記載される二属27種についてリストする。 カゴ島ニギス族の一種。水深69から600メートルに分布するカゴ島ニギス族の一種。ヨーロッパ周辺の深海に生息し、最も古くから知られていたニギス類の一種であるカゴ島ニギス族の一種。大西洋西部から報告がある種類カゴ島ニギス族の一種。体長70センチメートルに達する本家魚類中の最大種で。 食用魚として利用される。ありがとうございます。